はい、えー、即課塾の久保です。まあ、私ね、海外に行くことが増えてきたんで、この、どんな時も Wi-Fi っていうのをね、あの、これ契約してみたんですよ。これ契約して1年ぐらい経つんですけども、なんとですね、まあ、海外には最近行けないんですけども、例の事情でね。なんとね、この、どんな時も Wi-Fi がサービスをね、停止してしまうということなんですよね。こんな、どんな時も Wi-Fi っていうのは、この、成り物類で出てきてね、ものすごいプロモーションがかかってたんですよ。空港に行っても、なんか広告が出てたりとか、 解約違約金もゼロだし、月額利用料もね、こうやって安いし、で、あの Wi-Fi 無制限で使えるんですよね。これすごくね、便利だなと思っていたんですけども、まあちょっとね、違わくを話させていただきましょうか。違わくなんですけども、途中解約、解約違約金はゼロなんですけども、ただしね、どんな時も Wi-Fi の最初に送られてきた時の、これがまあ実機なんですけどね、これを入れている箱を返送しないといけないんですよ。 箱がないと箱の罰金があるんですよね。ということで話題になったんですけど、私はたまたま箱を取っていたんで、その心配ないんですけども、今回はね、この Wi-Fi のサービスが打ち切りになっちゃったっていう、そんなお話でございます。えーと、どんな時も Wi-Fi、どんな時も Wi-Fi、えーと、どこだったかなこれだ。はい。こういうふうなメールが来たんですよ。どんな時も Wi-Fi サポートセンター。解約の受付についてですよね。まあ、こっから解約をしてくださいってことですよね。はい。 まあ私は解約を希望したんですけども、大体サービスへの移行ってのも、うん、進められてたんですよね。私はまあ、海外にも行けないし、使ってないし、まあ、いっかと思って解約するんですけどもね。うん。まあ、すごくいいサービスだなと思ったんですよ。どんな時も、どこまででも使えるというね。うん。これは、他社では真似できなかったんじゃないかなと思ったんですけども、ちょっとこのサービス自体がなくなってしまったというね。えー、残念残念ということでございます。じゃあ、もう、今日はね、この、 無償解約申請フォームから解約して、どんなたきも Wi-Fi のサービスをちょっとね、終了にしようかと思います。さようなら、ありがとうございました。